こんな感じだよ。で、渋川まで来ましたけどね。まあ、前にも基本的にね、一人が出てきてるんですよ。しかし、高原鉄道からこうやってね、なんかね、すごくさ。で、乗り換えがでも10分ぐらいらしいんで、ちょっと急ぐか。まあ、駅の構造はもう分かったので。一回改札を出て、よいしょ、よいしょ、こっちか。おー、よっしゃ、出て、こっちでしたね。本日は乗り。だったら、これ買えばいいや。よいしょ。さて、買ってきても、こっち側の番線も使うんですね。バイバイ来てもってね、ちょっと乗ってきましょう。渋川駅は、日野駅は、新設は入ってましたけど、妖怪的なってもあって、この中になんか日の市なんていうのが走るみたいですけどね。あれやったから、ここに行くか。着いた。だが最初は、結構もう日落ちるの早いな。4時前ってちょっと薄暗くなってますね。面白い構造ですね、ここ。ここが一番の地場でターンになる。そこでやりに来たんですか。奥に変速で乗り場があるんや。いわゆる口型ホームやけど、こういう感じで、団地が作ったのですね、この人。有効町が何回のか1両分。あ、ここで臨時列車か。初詣の時とか、こういう臨時列車とかで動かすのかな。で、行き先が高宮になる。まあ、結構もう遅い時間行ける。まあ、せっかく来たんでね。お参りして帰ろう。こんな感じなんやとか。ちなみに、ただ、キブカーが1020円か、すでに倍以上の元を取れる。オープレ2020円分ですからね。いやー、すげえな。うん。なんと書いてあるのかよくわからん。あ、ここ案内でなんかもあるんだ。まあそうすわね。で、3度こっちか。と遅い時間やけど。じゃあ、立派なもんだ。そう、高大社は、高大社、一回来たことあるような、車で来たことがあったような。前は4、5回通ったことがあるんやけど、いや、でもさすがに、一回ぐらいはね、お参りに寄ったと思うよ。
エマドーズ、で、どっち行けばいいんやろ。ここに、あ、JA か。なんか、エクスパートじゃなくて、高田氏600メートル、ちょうどいいね。あ、ちょうど3倍よ。よし。で、あ、帰りのバスの電車の道が見てなかった。ここなんだ、これ、亀山ろうそく。亀山から来てもお疲れして、これ、帰り、亀山に帰ったからかもな。はあ。プレディア。プレディアって言うと、あれ、アイドルグループでいましたよね、プレディア。あれは、ケッケとかがいたグループだ。沢口恵子さんね。懐かしいな。あれ、懐かしいなって言って、あれ、現役で活動してたんでしょ。いや、あれ、でも活動終了したよな、あそこ。でも、結構しっかりと保存もされてるし、いいですね。ここは大阪屋。あ、大阪屋って言ったらそうや。愛知に大阪屋っていうスーパーができたんですよね。どこだったっけ？港南やったっけ？やっかいな。滋賀で港南って言うとやっかいですね。港南ありますからね。愛知県の港南ですね。愛知県港南市に確かできたんですよね。北陸地方。富山かな、富山、石川とかあっちの方ですごく強いスーパーが中部圏に参入してきたっていうんで、なんかちょっと話題になってましたね。おお、だいぶ趣出てきましたね。